今日はですね、ペルチェ素子あのスマホの方にちょっとね、貼り付けてみて、それにヒートシンクをつけてみました。このヒートシンク、アマゾンで買ったんですけど、安かったですね。私以前に秋葉原に行った時にね、あのヒートシンク見たことあるんですけど、それはですね、もうアルミのブロックから、あの、エンドミルでね、削り出したやつなんで、値段はね、ちょっと覚えてないんですけど、すごく高いと思うんですね、そういう作り方すると。で 今日ね、これ、買ったのは、あれですね、押し出し、この形で押し出して、ただ長さに切っただけのもので,で、ちょっとね、バリとかあったんですけど、まあ、ヤスリとかね、私の場合は、あの、ペーパーでちょっと、角をね、滑らかにした程度で使いました。で、これ、本当ね、安かったですね。下の概要欄の方にリンク貼っときますので、ぜひ見てください。それでですね、これを、 ペルチェ素子の厚くなる方に貼って今日はですねあの洗車の動画ちょっと撮りたくてですね30分以上40 4 0分近くかあの動画撮影したんですけどいつもねあの出てる前の動画でも出てたあのスマホに出るねエラー表示っていうかね警告文みたいなやつあれもね出ないでもう安定して撮影することができましたでこれ かなりねあの熱放出してくれると思うので、まあ、他のものにもねいろいろ使えるかなと思ってますこんな感じでちょっとねとりあえず輪ゴムで止めてみましたでもね、あのー、熱でね輪ゴム切れることもなく普通に使えましたどうも見ていただいてありがとうございました